いない孤独な毎日。しかし足りないものだらけだからこそ、高津投手はマウンドに上がりたいという気持ちを改めて確認し、鋭い当たりを足で止めてしまうほど闘争本能をかきたてられたといいます。この番組が取材に入った時期は、チーム事情に加え長雨や北京オリンピック期間中の中断もあり、高津投手は2ヶ月以上もセーブが取れないというイライラした時期を過ごしていました。これまであまり経験したことのない長いトンネル、抜けることはできたのでしょうか。